はい、こんにちは、こんばんは。今日はね、この動画撮影時点は、11月22日なんですけど、もう日付変わっちゃって23日か、そのぐらいの時間なんですけど、たくさんいろんなことがありました。皆さんね、まあ、順番にお話ししていこうと思うんですけど、まず今日何があったかっていうと CD ですよね。 CD キックバックの、発売日前日フラギ日なので、僕の手元にもこれは通常版ね、あります。で、皆さんの手元にもね、行ったかと思うんですけどね、通常版、チェーンソー版、映像版、それぞれね言ったかと思うんですけど、まあ、悲劇が僕のところに起こりまして、まあ、何かというとですね、僕ね、Amazon、楽天、タワレコードで予約してたんだけど、楽天は一番先に来て、朝一番に来て、でその後秋葉原のね、タワレコードを取りに行って受け取ってきたんですけど、Amazon の方がですね、怖いでしかもなんか28日までにお届けできなかったとかどの子のか言い出して、いやー、やばすぎるでしょ。ライブの応募終わっちゃってるしね。だから、それで僕はそれで何が悲劇かって、別にチェーンソー版、映像版、通常版揃ってたらいいんですよ。揃ってないんですよ。チェーンソー版と映像版が Amazon で頼んでるからまだ来てないんですよ。これ来てないんですね、これしか。っていう状況です。で、そこで、ざげんなっていう話なんですけど、まあ、それだけじゃなくてですね、またたくさんいろいろありました。今日ね、CD の発売もあったんですけど、あ、そうそう、だからそれ遅れてるから、その、チェーンソー版、映像版に関しての、リアク、なんていうの、開封動画はまた別で、ちょっと遅れますけど、撮りますんで、待っててくださいって話なんですけど、夜10時から、常田大輝と米津玄師の、対談動画みたいなのが流れるって話で、僕も待機しててね、みんなと一緒に待ってて、で、終わってからも少し話したりとかっていう、そういう一幕があったんですけど、見てました。すごい、もう2人で喋って出てきてるだけでもまあ嬉しいわけですよ、僕らファンからしたらね。今喋ってるって、この常田大輝っていう人が喋ってるシーンを見たことなかったから、こういう人なんだっていうのが見てとる、それも面白かったんだけど、もう一番面白かったのは、なんかキックバックの MV の撮影裏みたいな映像が出たりとか、ライブでね、常田さんが出てくる、最初に出てくる時にのその裏の映像とか、そういうのがね出てて、すごい面白かったの。もうほんと見てて、こんな面白い映像を久々に見たなと思う感じがして、良かったんですよね、本当に。で、そういうね、対談動画が出まして、あ、それ面白いなと思ったらね、終わり方はね、なんかスンと終わるんですよ。終わりますみたいな感じもなく、なんかアウトロで曲が流れるとかもなく、スンと終わって、あれ終わった。で、しかもその直前に米津玄師がなんかね、前回いつだかモールス信号だったもんで、今回なんか二進数だったみたいなんだけどね、それで暗号みたいなツイートをしてて、あ、なんだろうなみたいな。で、もう本当にね、僕はそれ出た時配信中だったんだけど、うちの視聴者は本当にすごい、もう本当にすごい、なんかね、解読してきて、こういう意味ですよ、対処中に言ってきた、さすがってなったんだけど、なんかね、そのツイートが11月22日22時30分みたいな、そういう、解読するとそういうことになるのかなみたいなことになってて、10時30分ってことは10時から、プレミア公開になってたから、おそらく30分程度でプレミア公開が終わるだろう、そしたらその30分後10時30分に何かしら起きるだろうっていうのは予想できたんだけど、なんかね、僕のパソコンだけかもしれないけど、なんかうまいこと通知が来なくて、30分何も出ないなってなってたら、公式からツイートが来て、何かと思ったら、キックバックのライブ映像。やばすぎる。本当にやばすぎる。僕が実際それを一発目見た時に、どういうリアクションだったかっていうのは、また後日動画で出そうと思うんだけど、早く見たいって人は配信見てくれたら、配信に乗っかってるんで、ぜひそれも見ていただきたいんですけど。いや。ライブ映像、実際に米津玄師が、ね、この間のツアー編集の最終日で歌った、常田大輝と一緒に歌った、そのキックバックがライブ映像として YouTube に上がってるんですよ。で、なんだか知らないけど YouTube のページ開くと見つからなくて、米津玄師のツイートね、からね行くと見つかるので、そのね、飛べるリンク、まだ見てないよって人いたら概要欄のところのリンク貼っとくので、そこから見てもらえれば確実に見れるとは思うんですけど、うぅ、もう最高。テンション上がる上がる。もうね、ライブバージョンだからちょっと下げて歌ってんだよね、多分2つぐらい下げて歌ってんだけど、それもまたかっこいい、常田大輝がコーラスで入るんだけど、かっこいい、もう今日は供給が多すぎて、ほんと1日に供給していい量じゃないよ、本当にやばすぎる。で、対談動画でも喋ってたんだけど、ライブの時に常田大輝ね、なんか下からこうやって上がってきたらしいんだよ。移動式の床でこうやって上がってきたらしいんだけど、上がる時に、まあ上のね、バンドメンバーとか見えるわけよ。すぐ、
常田大輝がね一緒にいるのが見えるわけですよ。見たらなんか常田大輝いるなってなるわけ。調べたらそのなんかスッティとか、頑張ろうぜみたいなことやってたらしくて、うわなんかそういうのもね、絶対そういうのって裏の映像出てこないわけよ。今までだったら出てこないし、僕らファンはそんな出来事があったのなんか知る由もないんだけど、常田大輝はそれを対談で喋ることによって映像もしかも残ってて見れたわけですよ。かっけー、そういうの本当にかっけーと思ってね、スッティちょっと好きになりましたね、今までよりも好きになりました。で、まあ、対談動画聞いてて、まあね、もういろんなね、みんな意見があって、足長とか言ってる人もいたりとかね、喉ほっとけみたいなこと言ってる人もいたりとかして、面白かったですね、ほんと見てて。僕はもう一人で見るよりも視聴者の人と一緒にコメントを、ね、見ながら見るのが面白くて、最近それをやってるんだけど、本当に、対談動画ですね。まあ、その対談動画でそのメイキングみたいな映像がちょこっと出てきたんだけど、まあ、それに関してはまたね後日動画で喋ったりとか、まあ、その動画も交えながらいろいろねお話ししたりするものを作ろうと思っているので、今回はねこの11月22日という日に何が起こってどういうことがあったのかっていうのを大まかにこうザックバラに話して、ちょっとやばかったよっていう気持ちをね共有できたらいいかなと思います。まあ、いっぱいあった。 CD やばかったっていうのもあるし、対談動画やばかったってなるし、ライブ映像やばかったってなるし、なんかしかもついさっきね、あの日付が変わる頃になんかキックバックおみくじみたいなのが出てね、公式のリーシューレコードっていう米津玄師の所属事務所のツイッターの方でなんかそのツイートが出て、このツイートは違う、このアカウントをフォローした上でリツイートするとおみくじができますみたいな、期間中何度でもできるのでぜひやってくださいみたいなのが出たんだけど、これがまたやばいよ。おみくじが出て面白いっていうのももちろんあるんだけど、みんなにあの公式ツイッター、米津玄師本人と事務所のツイッターフォローしてて、しかも通知取ってる人いると思うんだよ。だから何か新しい情報が来たら通知が来るようになるみたいなのね、ベルマークやってる人多いと思うんだけど、これやばすぎて、おみくじをやるとリプライ形式であのリツイートした人に送られてくんだよ。だ要は公式がツイートしたわけじゃないんだけど、めちゃめちゃに大量のリプライが発生するわけよ。でみんなやるから、リツイートしまくるからってなると、常に通知が鳴りやまない状況になるっていう、ちょっと有名人になった気分になれるわけなんですけど、いやにしてもやばすぎる。だからそれをやっちゃうと通知を消すしかないんだよ。こっちからしたら通知がめちゃめちゃ来るからやばいんだよ。でそうなると、あの公式が何か新しい情報を言ってきてもすぐ僕のところに届かなくなっちゃうから、これが非常にまずい。だから公式さん、なんとかしてくれ、ツイッター社さん、なんとかしてくれ、そういうのだけどね、そういう感じになってるので、ぜひ気になる人いたらね、DC レコードのねツイッターの方調べてみてください。本当面白い、そういうイベントね、おもろいからもっとやってほしい。やばいって言ったけど、おもろいからやってほしい。今日はそういうことになっております。またね、あの恥ずかしくってしょうがねえっていう心境がこの中に入ってて、それをねまだ聞いてないんですよ。この動画撮影時点で僕はまだ聞いてないので、それを聞くような動画とかもまた用意しようと思います。でね、そのリアクション動画みたいなのを作ろうと思ってます。ぜひね、あの公開されたらぜひ皆さんもそういうのを、ね、見ていただきたいですね。今回僕はその曲を聴いてどういうリアクションになるのか自分でもまだ分かんないんですよ。どういうリアクションになってどういう風に感想を持つのか、歌詞カードはもう入ってるから、それ見ながら歌詞も見ながらね聴いてどういう風に、思うのかっていうのはすごく自分でも気になるところなので、そこをね本当に楽しみにしてます。本当に楽しみ。まあ、これから撮影もね兼ねて聴こうとは思うんですけど、聴いてみてどういう感想になるのかな、本当に、楽しみです。ひたすら楽しみです。でこの動画は、そんな感じで11月22日という日に起こったことをざっくばらに話しながら、皆さんのうわーっていう気持ちを受け止められるような動画にできてたらいいなと思ってますので、ぜひね、いいなと思ってくれた方はいいねボタンと、あとまだねこの動画初めて見ましたよということが、もし、そういう方がもしいたら、ぜひチャンネル登録していただきたいと思います。キックバックに関してのね動画、開封動画もそうですし、いろんな新しい情報がいっぱい、もう供給しきれないぐらいいっぱい来たので、そういう話もねまたしていこうと思うので、ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。で今後の動画もね楽しみにという感じにして、今日は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。